今回はセブンイレブンの復刻焼きカレーパン2001年ですね。こちらを食べていきたいと思いますね。いいじゃないですかね。早速断面も見ていきたいと思いますけどね。どうでしょうか、こちらですね。カレーが詰まってますね、これですね。そうじゃないですかね。早速焼きカレーパンをいただきたいと思います。うん、いや、美味しいんですよ。普通のカレーパンと違ってヘルシーですね、これですね。うん、確かに普通のカレーパン揚げてるんで、それに比べるとだいぶいいんじゃないですかね。味としては手軽に食べれるカレーパンって感じですね。ライトなカレーパンでいいんじゃないですかね。このカレーパンがヘビーだとするとだいぶヘルシーですからね。強いて言えばこのカレールーのところに具が少ないの残念ですね。もうちょっと入ってればいいんですけどね。まあでも味は美味しいですね。今回このセブンイレブンの復刻焼きカレーパン2001年をいただきました。ご視聴ありがとうございました。